我が赴くは、青木大地は、田中浩二による SF 海洋冒険小説。SF マガジン1974年2月号と同年3月号に全後編で掲載された。1979年に放映された、日本のテレビアニメ番組、宇宙空母ブルーノアは、本作が企画の出発点になっていると、番組の SF 設定を担当した金子隆一はインタビューで明かしている。 2205年 EM と呼んだ敵の地球来襲によって人類は壊滅し、4つの海中都市、パシフィックシティ、グレートバリアリーフシティ、アトランティックシティ、バハマシティに合わせて5万人が残存するばかりになった。地上を占拠した EM は突然変異を誘発する物質を海中に投入したため、海中には異形の怪物が徘徊するようになり、海中都市間の交流、 更新も途絶えた。およそ100年が経った。偶然から、パシフィックシティは、EM の円盤を打破し、円盤に乗っていた EM が突然変異したインフルエンザウイルスのために死亡したことが判明する。パシフィックシティではこのウイルスを培養しようとするが、培養には、カリブ海のサンゴ礁海域にのみ生息する、ある種の海藻から抽出される特殊な用土が必要だとわかる。 用土を手に入れるか、バハマシティに人類が生存していれば、そこで、ウイルスの培養をすべく、エラ呼吸が行える、水中風評部隊員の千尋と、精神官王術者の少女ジ,ジャンは、ウイルスのサンプルを持って、巡洋潜水艇、ノーチラス10世で、パシフィックシティを旅立つ。パシフィックシティから、バハマシティまで、およそ回路で1万7千キロメートル。 しかもサンプルのウイルスは2週間しか生存できないのであった。護衛薬の巨大、シャチタイタンを伴って、ノーチラス10世は太平洋を南下する。途中、巨大化したクラゲ、未知の海生生物といった脅威を切り抜け、ホーン岬を回り、大西洋とへ入る。サルガス総会でノーチラス10世は立ち往生するが、核爆弾を使って、 脱出に成功するも EM に捕らえられそうになり、ジャンが命を捨てて、千尋を逃す。ついに、千尋はバハマシティへと到着。バハマシティの生活様式は、パシフィックシティとは全く異なる変化を遂げており、生き残っていたバハマシティの人類は地上を取り戻すことを諦め、海と同化して、暮らそうとしていた。千尋は、そんなバハマシティの人々に反発を覚えるものの、 少女ゾエアと行動を共にすることで、次第に慣れていった。放射能被曝のため、自分の命が長くないことを知った千尋は、ゾエアと共に旅立つ決心をする。ありがとうございます。